マニラですね、人気の、日本人移住者、まあ、評判がいい日本人移住者とかですね、いろいろ、調べられてるんですけれども、まあ、聞かれるんですよね、どんなブログとか参照したらいいかと。まあ、テディさんとかね、結構もう18年かな、結構長くいらっしゃる方で、現地の方と結婚してますし、かなり詳しいですよね、タガログ語も、ネイティブレベルで。まあ、あとは僕も、サイトの方では情報発信してるので、この YouTube 以外もですね、いろいろ発信してるので見ていただくといいかなと思いますけれども、なかなかですね、現地でサポートしてくれる日本人っていないんですよね。まあ、要は、ああいう南国でですね、のんびり暮らしてしまうと、そんなにお金もかからず、まあ、ちょっとした稼ぎとか貯蓄で暮らせる人が結構多いので、必死に情報発信してる人とか、現地サポートしてくれる人いないんですけれども、まあ、僕がそういったサービスもやってますので、まあ、やっぱり、自分みたいな日本人移住者をどんどん増やしたいっていう思いがありますので、まあ、こういうサービスを利用していただくのがいいかなとは思いますね。